ティメットネイリー180でラストボタンを倒します。もしや臭いは情報入ってる？入ってます。高校最初の番号ボタージェネシスが決まるといいですね。ヤッホー、ライチュメカです。ラプルです。チャンスです。はい、今回も対戦動画ということでお二人に伝説の鼓動とオリサートデッキのカードを使ったデッキを組んできてもらいました。ナナップルはどんなデッキを使うの？ナナップルはアルセス&ディアル&パルキアとザシアンビーを組み合わせたデッキに伝説の鼓動で登場したアメージングレアのザシアンを加えてみました。はい、高校最初の番にオルガージェネシス GX を使えるような構築にしてみたので今回はそれを狙っていきたいなと思ってます。じゃあ一方チャンナスさんはどういったデッキを使いますか？はい、私はメインアタッカーにストリンダーズイマックス6にしたいのでダスト、ダストね、うん、新しくガラルヤドラン V が出たのでもしダストダストがやられたとしてもガラルヤドラン V で毒にできるかなと思ってこの構築で組んでみました。もし私が今回勝ったらね、2人は私のことチャンナスさんって3つけないでください。おお、なるほど。チャンナスさんが勝ったらそう呼び捨て、そう、私が勝ったら呼び捨てしてるんです。2人とも呼び捨てしてほしいってことですね。そう、呼び捨てしてほしい。もし負けたらね、普通に対戦して、はい、僕らもじゃあ今後チャンナス2って呼びます。おい、呼んだ呼んだ。まあガチバトルでね、よろしくお願いします。お願いします。バトルスタート。じゃあ1枚いきます。はい、ポケモン通信でストリンダー VMAX を戻して、はい、デデンネを持ってきます。はい、じゃあデデチェンジで、はい、おー、一気にドンって切っちゃったな。カットします。はい、よかったよかった。ストリンダー V を出して雷エネルギーを張ります。はい、これで番終わります。はい、じゃあ1枚いきます。はい、クイックボールで鼻のエネルギーをフラッシュします。アルセンサンドディアルランドパルキア GX を、はい、まだ来たな。来ました。いけるかな。もう一回クイックボールを使って博士の研究をフラッシュします。クロバット V を塗っていきます。エネルギーを後ろにつけてクイックボールをトラッシュします。はい、クロバット V ナイターセットで、はい、1枚なので5枚いきます。高校最初の番号ウルタージェネシスが決まるといいですね。決まるといいんですけど嫌です。と、手も入れ替えで入れ替えます。はい、メタル操作、はい、アシアンブリーにつけます。ザシアンを電池に出します。アメージン、アメージン、これが新しいザシアンですね。そうなんですよ。だなエネルギースピナーを使います。はい、赤のエネルギーを1枚だけ持っていきます。プリシャスボール、はい、かわいいこの子を持ってきます。はい、エネルギースピナー、はい、はい、デルナシックスを出してデルチェンジを使います。きたー、なんかーい来ましたね。はい、これ使っちゃうからメタル操作、アシアンブレイにエネルギーをつけます。はい、簡単なメリを貼って、でエネルギー付け替えでエネルギーを前につけます。はい、じゃあこれでオルガージェネシス GX、 うわー、やられたわー。使えたー、よかった。1枚いきます。はい、強いですよね、ここ最初が。やりたかった動きができました。超強いわ、どうしようかね、私は。ポケモン通信、はい、で、ガラルヤドランブヨを1回戻ってもらって、はい、デデンネを持ってきます。はい、デデンネ出して、デデチェンジ、はい、ストリンダー VMAX に進化。おで、スピード雷エネルギーを貼って、はい、2枚、1、2、クイックボールで、クイックボールを落として、はい、ストリンダー V を持ってきます。はい、でポケモン通信、はい、でストリンダー V 戻ってください。はい、種ポケモンも進化ポケモンに変えるためのって感じですかね。ですです。ダストダスト持ってきて、はい、進化、うん、毒だまりがしますね。はい、じゃあ毒だまり、はい、毒、はい、でシロナ、はい、じゃあストリンダー V を出して、はい、番を終わります。なるほど、じゃあポケモンチェックで毒が、はい、1枚いきます。はい、鋼エネルギーを貼ります。はい、
アルティメットレイで180でラスボスを倒します。はい、すごい。で、2枚気絶、こっちか、効果からだね。はい、この子をね、育てたい。うん、基本エネルギーってことはもしや草や蝶も入ってる。入ってます。ジャンナスさんかなりきついですよね。きつい。巨大ライオットでアルセス倒しても返される。次のザシャンが330ダメージ出す準備をしてると。どうしようかしら。ボスの指令などで狙わないとですね。5枚狙います。で、ポケモンチェック。あ、ポケモンチェックですね。10。じゃあ、1枚引きます。はい、貼りますよね。もう3つ目のエネルギー。はい、で、ストリンダー V マックスに進化します。はい。んで、もうやだ、本当にボスの指令でアメージングなザシャンを。いや、まあしょうがないですね。これ前倒したら次のアメージングソードでやられますから。そうなのよ。アメージングソードって言いたかった。させない。いや、まだ言えるかもしれないから、もう一回アルティメットレイもね、あるから、きっと。え、じゃあ巨大ライオットで倒します。はい、160。はい、1枚。いや、1枚か。出します。1枚いきます。すごいの引きました。お、まあ、まあ、やだ。出します。いや、これアルティメットレイでまたつけばね、強いし。そうですね。やだ。メタル操作使います。超離れるより私は V に入って、ハードタッチ使います。はい、表。やったー。これ超得さ落ちてますからね。アメージング、アメージング貼ります。オーラエネルギーをつけて、はい、私は元気の8がき、アルティメットレイで180ダメージで効果で、これまた鋼エネルギーさえつけばアメージングザシアン草とオーロラが蝶になってくれるから。そうですね。あ、よかった。はい、はい、結局アメージングレアのザシャンのエネルギーが間に合ったと。すごくないですか、これ。これカードパッチがね、偉いね。ね、いっぱい出ていてよかったです。じゃあ1枚引きます。とりあえずエレクターを使って白の、はい、スピード雷エネルギーを張ります。はい、で2枚、1枚、2枚。はい、じゃあクイックボールで雷エネルギーを落とします。はい、じゃあゼラオラ DX を持ってきて出します。はい、ラブクロンを出します。はい、逃げます。はい、うん、で、これでバン終わります。はい、じゃあ1枚引きます。はい、ネットレイでルミ GX を倒してねつけないで、うん、ほい、いきます。これナナップルが再度3枚引きます。はい、3枚。はい、じゃあ出します。はい、じゃあ1枚いきます。はい、お、雷エネルギーをつけます。はい、マリー、うん、マリーか、なるほど。ガラルヤドラン V を出して、お、出ましたね。はい、あ、よかった。スは来ないよ、ね、で、逃げます。はい、ほい、で、これで特性使いたい。よかった、早い記録。はい、手間入れ替え。はい、よっしゃ。これで今巨大ライオットが240まで出て、エレキパワーがあるか。ある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 。ちょっと計算ちゃんとできてなかった。エレキパワー、はい、で、もうやることないね。ないんで、じゃあこれで巨大ライオット、巨大ライオットで270まで取りますね。はい、倒れました。気絶。いやー、でもなー、3枚いただきますけど、これはまあザシアンが出ると。え、嬉しい嬉しい嬉しい。1枚いきます。言えますね、これは。来るんじゃないですか。はい、じゃあザシアンのアメージングソード、ポケモンベイマックスがいるので150ダメージ追加で300で、はい、ウルタージェネシス X の効果で330ですね。はい、これはもう仮にダメージが乗ってなくても一撃だったと。やったー。じゃあ最後を取って、はい、を取って、はい、ナナプロの勝利です。はい、おめでとうございます。なんと僕らがチャンナツさんをチャンナツーって言わないで済むようになりましたね。いや、呼びたいんで。まあ確かにね、これ自然な形でね、いつか呼べればいいね。はい、いや、またこのね、チャンナツーチャレンジ来るから楽しみにしてます。はい、一回、ザシアンが完成した後に、うん、ボスの指令で呼ばれて倒されちゃった時どうしようと思ったんですけど、
その後また次の番で完成させられたので奇跡的に良かったです。いや本当にびっくりした、倒したと思ったのに。そうですね、このザシアンが後ろにいることによってポケモン VMAX がなかなか前に出てこれないというか、相手を倒しても次倒されちゃうという状況にできてたので、はい、ブレイブキャリバーよりも大きいダメージで突破力があったなとは思います、はい、じゃあ今回の対戦動画が面白かったよって人はチャンネル登録して今後もポケモンカードチャンネル見てみてください。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう、はい、また次回、バイバイ、バイバイ。